んにちは。どうも、竹雄です。霊夢よ。マリサだぜ。本日は、ババラッシュと同様強定コスト資源狩り編成を紹介するよ。高コストの対戦で使える強い編成を紹介してほしい、という要望をいただきましたが、現在レベル上げ中のためもう少しお待ちください。さあこちら、ババアチャだよ。ババとアチャ、確かにコストは安そうだな。この編成は前回狙いではなく、確実に外の資源を取る編成だよ。いつも通り、まずは攻めてみるぜ。資源狩りをするにあたって、大切なポイントがあるよ。エリクサーポンプと金山に注目しよう。わかりやすいのはエリクサーポンプ、ここの色に注目だよ。ここの色が紫っぽいとたくさんエリクサーが取れて、空になっていたらあまり奪えないんだ。この編成では外出しのポンプや金山にたくさん資源が溜まっている村を選ぶよ。で、どうやって攻めていくんだぜ？ババでタゲ取り、アチャで促進、これをたくさんやっていく感じだよ。資源に向かって、まずはババを散らすよ。そしてタゲ取りをしているうちに、後ろからアチャをさらに散らすんだ。これを資源がある面に出していくよ。簡単に資源が奪えるのね。金山側も同じように出していくよ。ちょっと。僕はまだまだ慣れていないけど、何度かやってるうちに、必要最低限の量に調整することができるようになる、はずだよ。別に前回狙いしているわけじゃないから、時間も焦らずにできるな。あとはこっち側だね。前回狙いじゃない、と言っても負けるのは嫌だよね。この編成はしっかり 50% 以上も取れるようになっているよ。残りのババアチャに加え、ババキン、援軍で一気に出すぜ。この時、アチャを数体残しておくよ。端っこの削れそうなところに出してパーセントを稼ぐ狙いだね。こことか、削れるでしょ？あとは適当に呪文をかけて 50% まで持っていくよ。もう余裕で勝てるっていう時には呪文を使わず節約するのもありなんだぜ。ついでに、ポイズンの呪文はいつも常に入れてはいますが、ダクエリがもったいないのでマルチでは基本的には使いません。外の金山、ポンプに入っている資源がほとんどだけど、金庫やタンクに入っている少しの資源も取れてるわね。純粋なババアチャでも、こんな風にある程度は削ることが可能です。このまま 70% まで稼ぎたいな。70%？ どうして？最後に、略奪量に加えてボーナスがもらえるよね。そのボーナスは、破壊率 70% 以上なら 100% もらえるんだ。70% 以下だとそのボーナスも減らされてしまうんだぜ。上のトロ隊に行くにつれてボーナスも増えるから、無視してはいけないラインだね。無事に超えたわね。あとは特に問題ないけれど、タウンホールとクランの城を壊せるかもしれないから、もう少し様子を見よう。タウンホールやクランの城からも資源を奪えるんだったな。クランの城は空っぽの時も多いけどね。6倍速で見ていくぜ。残り1分、間に合うかしら？どっちも壊せないのかい？ちょっと時間が足りなかったね。ほら、100% ボーナスだよ。ほんとね。続けてもう一回攻めていくんだぜ。金庫やタンクまで外に出ているじゃない。ラッキーな村を引いたぜ。中に入った資源はダクエリタンクだけだね。とりあえず、外を削っていくよ。微妙に壁がかかっているから、アーチャーをうまく利用するんだぜ。しっかりババでタゲを散らして。アチャでちょっと。金庫とタンクは HP がとても高いから多めに出していこう。別の面も同じようにやっていくだけだね。なるべく散らして出すことによって、例えばウィズ島などの範囲攻撃施設から、まとめてやられることを回避できるね。似たようなことを別の編成でもよく言ってるわね。なるべく散らす、これは結構大事なんだぜ。さて、ボムタワーは厄介だから援軍ホグで先に壊すよ。こういう数で押す編成はほんと範囲攻撃施設に弱いよな。施設も多く固まっているし、ババキンも出そうかな。これである程度の資源は取れたわね。あとはパーセントを稼ぐぜ。70% まで届くかな？ホグでなるべく伸ばしたい。ホグで防衛施設を削って、ダクエリタンクまでババアチャを届かせようと思ったけれど、出す位置が悪かったかな。潔く諦めてヒールを1枚節約した方が得だね。とりあえず 50% は取っているものね。援軍ホグにした理由はあるのか？特にないよ。そもそもこの編成は援軍にあまり頼らないから、なしでもいいね。援軍なしでも 50% 取れるわね。他にも、別荷をもらえばかなり稼げると思うし、J をもらってタゲ取りにも使えるし、なんでも OK だね。マルチでは援軍に頼らなくていい編成の方が助かるな。そうだね。ささ、あとは金庫破壊をのんびり見るだけだね。だらだら資源狩り、っていうのもまたいいわね。これで終わりだね。エリクサー60万超え、やったな。ではまとめに入るぜ。今回はババアチャだったわね。
超低コスト編成だよ。資源が外に出ている村を狙うぜ。ババでタゲ取り、後ろからアーチャー。この形をたくさんするよ。資源が取れたら、パーセント伸ばしだな。70% 以上を取れればボーナスも 100% もらえたね。今年の動画はこれで最後になります。今年1年、ありがとうございました。良いお年をお迎えください。それでは、ご視聴ありがとうございました。